ヨハネによる福音書第一章。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた。できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。この言葉に命があった。そしてこの命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。そして闇はこれに勝たなかった。ここに一人の人があって、神から使わされていた。その名をヨハネと言った。この人は証のために来た。光について証をし、彼によってすべての人が信じるためである。彼は光ではなく、ただ光について証をするために来たのである。すべての人を照らす誠の光があって世に来た。彼は世にいた。そして世は彼によってできたのであるが、世は彼を知らずにいた。彼は自分のところに来たのに、自分の民は彼を受け入れなかった。しかし彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼は神の異なる力を与えたのである。それらの人は、血筋によらず、肉の欲によらず、また人の欲にもよらず、ただ神によって生まれたのである。そして言葉は肉体となり、私たちのうちに宿った。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと誠とに満ちていた。ヨハネは彼について証をし、叫んで言った。私の後に来る方は、私よりも優れた方である。私よりも先におられたからである。と私が言ったのはこの人のことである。私たちすべてのものは、その満ち満ちているものの中から受けて、恵みに恵みを加えられた。律法はモーセを通して与えられ、恵みと誠とはイエス・キリストを通して来たのである。神を見た者はまだ一人もいない。ただ父の懐にいる一人子なる神だけが神を表したのである。さて、ユダヤ人たちがエルサレムから祭司たちやレビ人たちをヨハネのもとに使わして、あなたはどなたですかと問わせたが、その時ヨハネが立てた証はこうであった。すなわち彼は告白していなまず、私はキリストではないと告白した。そこで彼らは問うた。それではどなたなのですか。あなたはエリアですか。彼は、いや、そうではないと言った。では、あの預言者ですか。彼は、いいえ、と答えた。そこで彼らは言った。あなたはどなたですか。私たちを使わした人々に答えを持っていけるようにしていただきたい。あなた自身を誰だと考えるのですか。彼は言った。私は預言者イザヤが言ったように、主の道をまっすぐにせよと荒野で呼ばわる者の声である。使わされた人たちはパリサイ人であった。彼らはヨハネに問うて言った。では、あなたがキリストでも、エリアでも、またあの預言者でもないのなら、なぜバプテスマを授けるのですか。ヨハネは彼らに答えて言った。私は水でバプテスマを授けるが、あなた方の知らない方が、あなた方の中に立っておられる。それが私の後においでになる方であって、私はその人の靴の紐を解く値打ちもない。これらのことは、ヨハネがバプテスマを授けていたヨルダンの向こうのベタニアであったのである。その翌日、ヨハネはイエスが自分の方に来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。私の後に来る方は、私よりも優れた方である。私よりも先におられたからである。と私が言ったのは、この人のことである。私はこの方を知らなかった。しかし、この方が、イスラエルに現れてくださるそのことのために、私は来て、水でバプテスマを授けているのである。ヨハネはまた証をして言った。私は、御霊が鳩のように、天から下って彼の上にとどまるのを見た。私はこの人を知らなかった。しかし、水でバプテスマを授けるようにと、私をお使わしになったその方が、
私に言われた。ある人の上に御霊が下ってとどまるのを見たら、その人こそは御霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見たので、この方こそ神の子であると証しをしたのである。その翌日、ヨハネはまた二人の弟子たちと一緒に立っていたが、イエスが歩いておられるのを目に留めていった。見よ、神の子羊。その二人の弟子は、ヨハネがそういうのを聞いてイエスについて行った。イエスは振り向き、彼らがついてくるのを見て言われた。何か願いがあるのか。彼らは言った。ラビ、訳して言えば先生、どこにお泊まりなのですか。イエスは彼らに言われた。来てごらんなさい。そうしたらわかるだろう。そこで彼らはついて行って、イエスの泊まっておられるところを見た。そしてその日はイエスのところに泊まった。時は午後四時頃であった。ヨハネから聞いてイエスについて行った二人のうちの一人は、シモン・ペテロの兄弟、アンデレであった。彼はまず自分の兄弟、シモンに出会って行った。私たちはメシア、訳せばキリストに今出会った。そしてシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスは彼に目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンである。あなたをケパ、訳せばペテロと呼ぶことにする。その翌日、イエスはガリラヤに行こうとされたが、ピリポに出会って言われた。私に従ってきなさい。ピリポはアンデレとペテロとの町、ベツサイダの人であった。このピリポがナタナエルに出会って言った。私たちはモーセが律法の中に記しており、預言者たちが記していた人、ヨセフの子、ナザレのイエスに今出会った。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何の良いものが出ようか。ピリポは彼に言った。来てみなさい。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て、彼について言われた。見よ、あの人こそ本当のイスラエル人である。その心には偽りがない。ナタナエルは言った。どうして私をご存知なのですか。イエスは答えて言われた。ピリポがあなたを呼ぶ前に、私はあなたがイチジクの木の下にいるのを見た。ナタナエルは答えた。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えて言われた。あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったので信じるのか。これよりももっと大きなことをあなたは見るであろう。また言われた。よくよくあなた方に言っておく。天が開けて神の御使いたちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見るであろう。ヨハネによる福音書第二章。三日目にガリラヤのカナに婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスも弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなったので、母はイエスに言った。ブドウ酒がなくなってしまいました。イエスは母に言われた。夫人よ、あなたは私と何の関わりがありますか。私の時はまだ来ていません。母はしもべたちに言った。この方があなた方に言いつけることは何でもしてください。そこにはユダヤ人の清めの習わしに従って、それぞれ四五とも入る石の水亀が六つ置いてあった。イエスは彼らに、亀に水をいっぱい入れなさいと言われたので、彼らは口のところまでいっぱいに入れた。そこで彼らに言われた。さあ、汲んで料理頭のところに持って行きなさい。すると彼らは持って行った。料理頭はブドウ酒になった水を舐めてみたが、それがどこから来たのか知らなかったので、水を汲んだしもべたちは知っていた。花婿を呼んで言った。どんな人でも、はじめに良いブドウ酒を出して、酔いが回ったところに、悪いのを出すものだ。それなのに、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行い、その栄光を表された。そして弟子たちはイエスを信じた。その後イエスはその母、兄弟たち、
弟子たちと一緒にカペナウムに下って幾日かそこに留まられた。さて、ユダヤ人の杉越の祭りが近づいたので、イエスはエルサレムに登られた。そして牛、羊、鳩を売る者や両替する者などが宮の庭に座り込んでいるのをご覧になって、縄で鞭を作り、羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台をひっくり返し、鳩を売る人々には、これらのものを持ってここから出て行け、私の父の家を商売の家とするな、と言われた。弟子たちは、あなたの家を思う熱心が、私を食い尽くすであろう、と書いてあることを思い出した。そこでユダヤ人はイエスに言った。こんなことをするからには、どんな印を私たちに見せてくれますか。イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊したら、私は3日のうちにそれを起こすであろう。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿を建てるのには、46年もかかっています。それなのに、あなたは3日のうちにそれを建てるのですか。イエスは自分の体である神殿のことを言われたのである。それでイエスが死人の中からよみがえったとき、弟子たちはイエスがこう言われたことを思い出して、聖書とイエスの言葉とを信じた。杉越の祭りの間、イエスがエルサレムに滞在しておられたとき、多くの人々はその行われた印を見て、イエスの名を信じた。しかしイエスご自身は、彼らに自分をお任せにならなかった。それはすべての人を知っておられ、また人について証しするものを必要とされなかったからである。それはご自身、人の心の中にあることを知っておられたからである。ヨハネによる福音書、第三章。パリサイ人の一人で、その名をニコデモというユダヤ人の指導者があった。この人が夜、イエスのもとに来て言った。先生、私たちは、あなたが神から来られた教師であることを知っています。神がご一緒でないなら、あなたがなさっておられるような印は誰にもできはしません。イエスは答えて言われた。よくよくあなたに言っておく。誰でも新しく生まれなければ、神の国を見ることはできない。ニコデモは言った。人は年を取ってから生まれることがどうしてできますか?もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。よくよくあなたに言っておく。誰でも水と霊とから生まれなければ、神の国に入ることはできない。肉から生まれるものは肉であり、霊から生まれるものは霊である。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったからとて、不思議に思うには及ばない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞くが、それがどこから来て、どこへ行くかは知らない。霊から生まれるものも皆それと同じである。ニコデモはイエスに答えて言った。どうしてそんなことがあり得ましょうか。イエスは彼に答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながら、これぐらいのことがわからないのか。よくよく言っておく。私たちは自分の知っていることを語り、また自分の見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れない。私が地上のことを語っているのに、あなた方が信じないならば、天上のことを語った場合、どうしてそれを信じるだろうか。天から下ってきたもの、すなわち人の子のほかには、誰も天に昇ったものはない。そしてちょうどモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまた開けられなければならない。それは彼を信じる者がすべて永遠の命を得るためである。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によってこの世が救われるためである。彼を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じることをしないからである。その裁きというのは、光がこの世に来たのに、
人々はその行いが悪いために、光よりも闇の方を愛したことである。悪を行っている者は、皆光を憎む。そしてその行いが明るみに出されるのを恐れて、光に来ようとはしない。しかし、真理を行っている者は、光に来る。その人の行いの神にあってなされたということが明らかにされるためである。この後、イエスは弟子たちとユダヤの地に行き、彼らと一緒にそこに滞在して、バプテスマを授けておられた。ヨハネもサリムに近いアイノンでバプテスマを授けていた。そこには水がたくさんあったからである。人々が続々とやってきてバプテスマを受けていた。その時、ヨハネはまだ獄に入れられてはいなかった。ところが、ヨハネの弟子たちと一人のユダヤ人との間に、清めのことで論争が起こった。そこで彼らはヨハネのところに来て言った。先生、ご覧ください。ヨルダンの向こうであなたと一緒にいたことがあり、そしてあなたが証をしておられたあの方が、バプテスマを授けており、皆の者がその方のところへ出かけています。ヨハネは答えて言った。人は天から与えられなければ、何者も受けることはできない。私はキリストではなく、その方よりも先に使わされたものである、といったことを証ししてくれるのは、あなた方自身である。花嫁を持つ者は、花婿である。花婿の友人は立って彼の声を聞き、その声を聞いて大いに喜ぶ。こうしてこの喜びは、私に満ち足りている。彼は必ず栄え、私は衰える。上から来るものはすべてのものの上にある。地から出るものは地に属するものであって、地のことを語る。天から来るものはすべてのものの上にある。彼はその見たところ、聞いたところを証ししているが、誰もその証を受け入れない。しかしその証を受け入れる者は、神が誠であることを確かに認めたのである。神がお使わしになった方は、神の言葉を語る。神は聖霊を限りなく賜うからである。父は御子を愛して、万物をその手にお与えになった。御子を信じる者は永遠の命を持つ。御子に従わない者は、命に預かることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまるのである。ヨハネによる福音書、第四章。イエスがヨハネよりも多く弟子を作り、またバプテスマを授けておられるということをパリサイ人たちが聞き、それを主が知られたとき、しかしイエス自らがバプテスマをお授けになったのではなく、その弟子たちであった。ユダヤを去って、またガリラヤへ行かれた。しかしイエスはサマリアを通過しなければならなかった。そこでイエスはサマリアのスカルという町においでになった。この町はヤコブがその子ヨセフに与えた土地の近くにあったが、そこにヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れを覚えて、そのままこの井戸のそばに座っておられた。時は昼の十二時頃であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来たので、イエスはこの女に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町に行っていたのである。するとサマリアの女はイエスに言った。あなたはユダヤ人でありながら、どうしてサマリアの女の私に飲ませてくれとおっしゃるのですか。これはユダヤ人はサマリア人と交際していなかったからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物のことを知り、また水を飲ませてくれと言ったものが、誰であるか知っていたならば、あなたの方から願い出て、その人から生ける水をもらったことであろう。女はイエスに言った。主よ、あなたは汲み物をお持ちにならず、その上、井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れるのですか。あなたはこの井戸をくださった私たちの父、ヤコブよりも偉い方なのですか。ヤコブ自身も飲み、その子らも、その家畜もこの井戸から飲んだのですか。イエスは女に答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾くであろう。
しかし私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがないばかりか、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き上がるであろう。女はイエスに言った。主よ、私が乾くことがなく、またここに汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。イエスは女に言われた。あなたの夫を呼びに行って、ここに連れてきなさい。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは女に言われた。夫がないと言ったのはもっともだ。あなたには五人の夫があったが、今のはあなたの夫ではない。あなたの言葉の通りである。女はイエスに言った。主よ、私はあなたを預言者と見ます。私たちの先祖はこの山で礼拝をしたのですが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは女に言われた。女よ、私の言うことを信じなさい。あなた方がこの山でも、またエルサレムでもないところで、父を礼拝する時が来る。あなた方は自分の知らないものを拝んでいるが、私たちは知っている方を礼拝している。救いはユダヤ人から来るからである。しかし、誠の礼拝をする者たちが、霊と誠とをもって父を礼拝する時が来る。そうだ、今来ている。父はこのような礼拝をする者たちを求めておられるからである。神は霊であるから、礼拝をする者も、霊と誠とをもって礼拝すべきである。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られたならば、私たちに一切のことを知らせてくださるでしょう。イエスは女に言われた。あなたと話しているこの私がそれである。その時、弟子たちが帰ってきて、イエスが一人の女と話しておられるのを見て不思議に思ったが、しかし何を求めておられますかとも、何を彼女に話しておられるのですかとも尋ねる者は一人もなかった。この女は水がめをそのままそこに置いて、町に行き人々に言った。私のしたことを何もかも言い当てた人がいます。さあ見に来てごらんなさい。もしかしたらこの人がキリストかもしれません。人々は町を出て、続々とイエスのところへ行った。その間に弟子たちはイエスに、先生、召し上がってください、と勧めた。ところがイエスは言われた。私にはあなた方の知らない食物がある。そこで弟子たちが互いに言った。誰かが何か食べるものを持ってきて差し上げたのであろうか。イエスは彼らに言われた。私の食物というのは、私を使わされた方の御心を行い、その御業を成し遂げることである。あなた方は、借り入れ時が来るまでには、まだ4ヶ月あると言っているではないか。しかし、私はあなた方に言う。目を上げて畑を見なさい。早色づいて借り入れを待っている。狩る者は報酬を受けて、永遠の命に至る実を集めている。まく者も狩る者も、ともどもに喜ぶためである。そこで一人がまき、一人が狩るということわざが本当のこととなる。私はあなた方を使わして、あなた方がそのために労苦しなかったものを刈り取らせた。他の人々が労苦し、あなた方は彼らの労苦の実に預かっているのである。さて、この町から来た多くのサマリア人は、この人は私のしたことを何もかも言い当てた、と証しした女の言葉によってイエスを信じた。そこでサマリア人たちはイエスのもとに来て、自分たちのところに滞在していただきたいと願ったので、イエスはそこに二日滞在された。そしてなお多くの人々がイエスの言葉を聞いて信じた。彼らは女に言った。私たちが信じるのは、もうあなたが話してくれたからではない。自分自身で親しく聞いて、この人こそ誠に世の救い主であることが分かったからである。二日の後にイエスはここを去ってガリラヤへ行かれた。イエスは自らはっきり、預言者は自分の故郷では敬われないものだと言われたのである。ガリラヤに着かれると、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎した。それは彼らも祭りに行っていたので、
その祭りの時、イエスがエルサレムでなされたことをことごとく見ていたからである。イエスはまたガリラヤのカナに行かれた。そこはかつて水をブドウ酒に変えられたところである。ところが、病気をしている息子を持つある役人がカペナウムにいた。この人がユダヤからガリラヤにイエスの来ておられることを聞き、身元に来てカペナウムに下って彼の子を治していただきたいと願った。その子が死にかかっていたからである。そこでイエスは彼に言われた。あなた方は印と奇跡とを見ない限り、決して信じないだろう。この役人はイエスに言った。主よ、どうぞ子供が死なないうちに来てください。イエスは彼に言われた。お帰りなさい。あなたの息子は助かるのだ。彼は自分に言われたイエスの言葉を信じて帰って行った。その下って行く途中、しもべたちが彼に出会い、その子が助かったことを告げた。そこで彼はしもべたちに、その治り始めた時刻を尋ねてみたら、昨日の午後1時に熱が引きました、と答えた。それはイエスがあなたの息子は助かるのだ、と言われたのと同じ時刻であったことを、この父は知って、彼自身もその家族一同も信じた。これはイエスがユダヤからガリラヤに来てなされた第二の印である。ヨハネによる福音書、第五章。この後、ユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムにある羊の門のそばに、ヘブル語でベテスダと呼ばれる池があった。そこには五つの牢があった。その牢の中には、病人、盲人、足なえ、痩せ衰えた者などが、大勢体を横たえていた。彼らは水の動くのを待っていたのである。それは時々、主の御使いがこの池に降りてきて水を動かすことがあるが、水が動いた時、真っ先に入る者は、どんな病気にかかっていても癒されたからである。さて、そこに38年の間、病気に悩んでいる人があった。イエスはその人が横になっているのを見、また長い間患っていたのを知って、その人に、治りたいのかと言われた。この病人はイエスに答えた。主よ、水が動くときに、私を池の中に入れてくれる人がいません。私が入りかけると、他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きてあなたの床を取り上げ、そして歩きなさい。するとこの人はすぐに癒され、床を取り上げて歩いて行った。その日は安息日であった。そこでユダヤ人たちは、その癒された人に言った。今日は安息日だ。床を取り上げるのはよろしくない。彼は答えた。私を治してくださった方が、床を取り上げて歩けと私に言われました。彼らは尋ねた。取り上げて歩けと言った人は誰か。しかし、この癒された人は、それが誰であるか知らなかった。群衆がその場にいたので、イエスはそっと出て行かれたからである。その後、イエスは宮でその人に出会ったので、彼に言われた。ご覧、あなたは良くなった。もう罪を犯してはいけない。何かもっと悪いことがあなたの身に起こるかもしれないから。彼は出て行って、自分を癒したのはイエスであったとユダヤ人たちに告げた。そのためユダヤ人たちは安息日にこのようなことをしたと言ってイエスを責めた。そこでイエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられる。私も働くのである。このためにユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと図るようになった。それはイエスが安息日を破られたばかりではなく、神を自分の父と呼んで、自分を神と等しいものとされたからである。さて、イエスは彼らに答えて言われた。よくよくあなた方に言っておく。子は父のなさることを見てする以外に、自分からは何事もすることができない。父のなさることであれば、すべて子もその通りにするのである。なぜなら、父は子を愛して、自らなさることはすべて子にお示しになるからである。そしてそれよりもなお大きな技をお示しになるであろう。あなた方がそれによって不思議に思うためである。
すなわち父が死人を起こして命をお与えになるように、子もまたその心にかなう人々に命を与えるであろう。父は誰をも裁かない。裁きのことはすべて子に委ねられたからである。それはすべての人が父を敬うと同様に、子を敬うためである。子を敬わない者は、子を使わされた父をも敬わない。よくよくあなた方に言っておく。私の言葉を聞いて、私を使わされた方を信じる者は、永遠の命を受け、また裁かれることがなく、死から命に移っているのである。よくよくあなた方に言っておく。死んだ人たちが神の子の声を聞く時が来る。今すでに来ている。そして聞く人は生きるであろう。それは父がご自分のうちに生命をお持ちになっていると同様に、子にもまた自分のうちに生命を持つことをお許しになったからである。そして子は人の子であるから、子に裁きを行う権威をお与えになった。このことを驚くには及ばない。墓の中にいる者たちが、皆神の子の声を聞き、善を行った人々は生命を受けるためによみがえり、悪を行った人々は裁きを受けるためによみがえって、それぞれ出てくる時が来るであろう。私は自分からは何事もすることができない。ただ聞くままに裁くのである。そして私のこの裁きは正しい。それは私自身の考えでするのではなく、私を使わされた方の身旨を求めているからである。もし私が自分自身について証をするならば、私の証は本当ではない。私について証をする方は他にあり、そしてその人がする証が本当であることを私は知っている。あなた方はヨハネのもとへ人を使わしたが、その時彼は真理について証をした。私は人から証を受けないが、このことを言うのはあなた方が救われるためである。ヨハネは燃えて輝く明かりであった。あなた方はしばらくの間その光を喜び楽しもうとした。しかし私にはヨハネの証よりももっと力ある証がある。父が私に成就させようとしてお与えになった技、すなわち今私がしているこの技が、父の私を使わされたことを証ししている。また私を使わされた父も、ご自分で私について証しをされた。あなた方はまだその御声を聞いたこともなく、その見姿を見たこともない。また神が使わされたものを信じないから、神の御言葉はあなた方のうちにとどまっていない。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているが、この聖書は私について証しをするものである。しかもあなた方は、命を得るために私のもとに来ようともしない。私は人からの誉れを受けることはしない。しかしあなた方のうちには神を愛する愛がないことを知っている。私は父の名によって来たのに、あなた方は私を受け入れない。もし他の人が彼自身の名によって来るならば、その人を受け入れるのであろう。互いに誉れを受けながら、ただ一人の神からの誉れを求めようとしないあなた方は、どうして信じることができようか。私があなた方のことを父に訴えると考えてはいけない。あなた方を訴える者は、あなた方が頼みとしているモーセその人である。もしあなた方がモーセを信じたならば、私をも信じたであろう。モーセは私について書いたのである。しかし、モーセの書いたものを信じないならば、どうして私の言葉を信じるだろうか。ヨハネによる福音書、第六章。その後、イエスはガリラヤの海、すなわちテベリア湖の向こう岸へ渡られた。すると大勢の群衆がイエスについてきた。病人たちになさっていた印を見たからである。イエスは山に登って、弟子たちと一緒にそこで座につかれた。時にユダヤ人の祭りである杉越が間近になっていた。イエスは目を上げ、大勢の群衆が自分の方に集まってくるのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人々に食べさせようか。これはピリポを試そうとして言われたのであって、ご自分ではしようとすることをよくご承知であった。するとピリポはイエスに答えた。
200デナリのパンがあっても、めいめいが少しずついただくにも足りますまい。弟子の一人、シモン・ペテロの兄弟、アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと、魚2匹と思っている子供がいます。しかし、こんなに大勢の人では、それが何になりましょう。イエスは人々を座らせなさいと言われた。その場所には草が多かった。そこに座った男の数は5000人ほどであった。そこでイエスはパンを取り、感謝してから座っている人々に分け与え、また魚をも同様にして彼らの望むだけ分け与えられた。人々が十分に食べた後、イエスは弟子たちに言われた。少しでも無駄にならないように、パンくずの余りを集めなさい。そこで彼らが集めると、5つの大麦のパンを食べて残ったパンくずは、12のかごにいっぱいになった。人々はイエスのなさったこの印を見て、本当にこの人こそ世に来たるべき預言者であると言った。イエスは人々が来て、自分を捕らえて王にしようとしていると知って、ただ一人また山に退かれた。夕方になった時、弟子たちは海辺に下り、船に乗って海を渡り、向こう岸のカペナウムに行きかけた。すでに暗くなっていたのに、イエスはまだ彼らのところにおいでにならなかった。その上、強い風が吹いてきて、海は荒れ出した。40〜50丁を漕ぎ出した時、イエスが海の上を歩いて船に近づいて来られるのが見えて、彼らは恐れた。するとイエスは彼らに言われた。私だ、恐れることはない。そこで彼らは喜んでイエスを船に迎えようとした。すると船はすぐ彼らが行こうとしていた地に着いた。その翌日、海の向こう岸に立っていた群衆は、そこに小舟が一艘しかなく、またイエスは弟子たちと一緒に小舟にお乗りにならず、ただ弟子たちだけが船出したのを見た。しかし数艘の小舟がテベリアから来て、主が感謝された後、パンを人々に食べさせた場所に近づいた。群衆はイエスも弟子たちもそこにいないと知って、それらの小舟に乗り、イエスを訪ねてカペナウムに行った。そして海の向こう岸でイエスに出会ったので言った。先生、いつここにおいでになったのですか？イエスは答えて言われた。よくよくあなた方に言っておく。あなた方が私を訪ねてきているのは、印を見たためではなく、パンを食べて満腹したからである。朽ちる食物のためではなく、永遠の命に至る朽ちない食物のために働くがよい。これは人の子があなた方に与えるものである。父なる神は人の子にそれを委ねられたのである。そこで彼らはイエスに言った。神の技を行うために私たちは何をしたらよいでしょうか。イエスは彼らに答えて言われた。神が使わされたものを信じることが神の技である。彼らはイエスに言った。私たちが見てあなたを信じるために、どんな印を行ってくださいますか？どんなことをしてくださいますか？私たちの先祖は荒野でマナを食べました。それは天よりのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてある通りです。そこでイエスは彼らに言われた。よくよく言っておく。天からのパンをあなた方に与えたのはモーセではない。天からの誠のパンをあなた方に与えるのは私の父なのである。神のパンは天から下ってきて、この世に命を与えるものである。彼らはイエスに言った。主よ、そのパンをいつも私たちにください。イエスは彼らに言われた。私が命のパンである。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。しかしあなた方に言ったが、あなた方は私を見たのに信じようとはしない。父が私に与えてくださるものは皆私に来るであろう。そして私に来るものを決して拒みはしない。私が天から下ってきたのは自分の心のままを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためである。私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったものを私が一人も失わずに、終わりの日に蘇らせることである。私の父の御心は、こう見て信じる者が、ことごとく永遠の命を得ることなのである。
そして私はその人々を終わりの日によみがえらせるであろう。ユダヤ人らはイエスが私は天から下ってきたパンであると言われたので、イエスについてつぶやき始めた。そして言った、これはヨセフの子イエスではないか。私たちはその父母を知っているではないか。私は天から下ってきたとどうして今言うのか。イエスは彼らに答えて言われた。互いにつぶやいてはいけない。私を使わされた父が引き寄せてくださらなければ、誰も私に来ることはできない。私はその人々を終わりの日によみがえらせるであろう。預言者の書に、彼らは皆神に教えられるであろうと書いてある。父から聞いて学んだ者は皆私に来るのである。神から出た者の他に誰かが父を見たのではない。その者だけが父を見たのである。よくよくあなた方に言っておく。信じる者には永遠の命がある。私は命のパンである。あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死んでしまった。しかし天から下ってきたパンを食べる人は決して死ぬことはない。私は天から下ってきた生きたパンである。それを食べる者はいつまでも生きるであろう。私が与えるパンは世の命のために与える私の肉である。そこでユダヤ人らが互いに論じていった。この人はどうして自分の肉を私たちに与えて食べさせることができようか。イエスは彼らに言われた。よくよく言っておく。人の子の肉を食べず、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はない。私の肉を食べ、私の血を飲む者には永遠の命があり、私はその人を終わりの日によみがえらせるであろう。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物である。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私におり、私もまたその人におる。生ける父が私を使わされ、また私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるであろう。天から下ってきたパンは、先祖たちが食べたが死んでしまったようなものではない。このパンを食べる者はいつまでも生きるであろう。これらのことはイエスがカペナウムの街道で教えておられた時に言われたものである。弟子たちのうちの多くの者はこれを聞いて言った。これはひどい言葉だ。誰がそんなことを聞いておられようか。しかしイエスは弟子たちがそのことでつぶやいているのを見破って彼らに言われた。このことがあなた方のつまずきになるのか。それでは、もし人の子が前にいたところに登るのを見たらどうなるのか。人を生かすものは霊であって、肉は何の役にも立たない。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命である。しかしあなた方の中には信じない者がいる。イエスは初めから誰が信じないか、また誰が彼を裏切るかを知っておられたのである。そしてイエスは言われた。それだから父が与えてくださったものでなければ、私に来ることはできないと言ったのである。それ以来多くの弟子たちは去って行って、もはやイエスと行動を共にしなかった。そこでイエスは十二弟子に言われた。あなた方も去ろうとするのか。シモン・ペテロが答えた。主よ、私たちは誰のところに行きましょう。永遠の命の言葉を持っているのはあなたです。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。イエスは彼らに答えられた。あなた方十二人を選んだのは私ではなかったか。それなのにあなた方のうちの一人は悪魔である。これはイスカリオテのシモンの子ユダを指して言われたのである。このユダは十二弟子の一人でありながらイエスを裏切ろうとしていた。ヨハネによる福音書第七章。その後イエスはガリラヤを巡回しておられた。ユダヤ人たちが自分を殺そうとしていたので、ユダヤを巡回しようとはされなかった。時にユダヤ人の仮用の祭りが近づいていた。そこでイエスの兄弟たちがイエスに言った。あなたがしておられる技を弟子たちにも見せるために、ここを去り、ユダヤに行ってはいかがです。自分を公に表そうと思っている人で、隠れて仕事をするものはありません。あなたがこれらのことをするからには、自分をはっきりと世に表しなさい。
こう言ったのは兄弟たちもイエスを信じていなかったからである。そこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていない。しかしあなた方の時はいつも備わっている。世はあなた方を憎みえないが、私を憎んでいる。私が世の行いの悪いことを証ししているからである。あなた方こそ祭りに行きなさい。私はこの祭りには行かない。私の時はまだ満ちていないから。彼らにこう言って、イエスはガリラヤに留まっておられた。しかし、兄弟たちが祭りに行った後で、イエスも人目に立たぬように、密かに行かれた。ユダヤ人らは祭りの時に、あの人はどこにいるのかと言ってイエスを探していた。群衆の中にイエスについていろいろと噂が立った。ある人々は、あれは良い人だと言い、他の人々は、いや、あれは群衆を惑わしていると言った。しかしユダヤ人らを恐れてイエスのことを公然と口にする者はいなかった。祭りも半ばになってから、イエスは宮に登って教え始められた。するとユダヤ人たちは驚いて言った。この人は学問をしたこともないのに、どうして律法の知識を持っているのだろう。そこでイエスは彼らに答えて言われた。私の教えは私自身の教えではなく、私を使わされた方の教えである。神の御心を行おうと思うものであれば、誰でも私の語っているこの教えが神からのものか、それとも私自身から出たものかわかるであろう。自分から出たことを語る者は自分の栄光を求めるが、自分を使わされた方の栄光を求める者は真実であって、その人のうちには偽りがない。モーセはあなた方に律法を与えたではないか。それなのにあなた方のうちにはその律法を行う者が一人もない。あなた方はなぜ私を殺そうと思っているのか。群衆は答えた。あなたは悪霊に取り憑かれている。誰があなたを殺そうと思っているものか。イエスは彼らに答えて言われた。私が一つの技をしたところ、あなた方は皆それを見て驚いている。モーセはあなた方に割礼を命じたので、これは実はモーセから始まったのではなく、先祖たちから始まったものである。あなた方は安息日にも人に割礼を施している。もしモーセの律法が破られないように、安息日であっても割礼を受けるのなら、安息日に人の全身を丈夫にしてやったからといって、どうしてそんなに怒るのか。上辺で人を裁かないで、正しい裁きをするがよい。さて、エルサレムのある人たちが言った。この人は人々が殺そうと思っているものではないか。見よ、彼は公然と語っているのに、人々はこれに対して何も言わない。役人たちはこの人がキリストであることを本当に知っているのではなかろうか。私たちはこの人がどこから来たのか知っている。しかし、キリストが現れる時には、どこから来るのか知っている者は一人もいない。イエスは宮の内で教えながら叫んで言われた。あなた方は私を知っており、また私がどこから来たかも知っている。しかし私は自分から来たのではない。私を使わされた方は真実であるが、あなた方はその方を知らない。私はその方を知っている。私はその方の元から来たもので、その方が私を使わされたのである。そこで人々はイエスを捕らえようと図ったが、誰一人手をかける者はなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。しかし群衆の中の多くの者がイエスを信じていった。キリストが来ても、この人が行ったよりも多くの印を行うだろうか。群衆がイエスについてこのような噂をしているのを、パリサイ人たちは耳にした。そこで祭司長たちやパリサイ人たちは、イエスを捕らえようとして、下役どもを使わした。イエスは言われた。今しばらくの間、私はあなた方と一緒にいて、それから私をお使わしになった方の身元に行く。あなた方は私を探すであろうが、見つけることはできない。そして私のいるところに、あなた方は来ることができない。そこでユダヤ人たちは互いに言った。私たちが見つけることができないというのは、どこへ行こうとしているのだろう。
ギリシャ人の中に離散している人たちのところにでも行って、ギリシャ人を教えようというのだろうか。また私を探すが見つけることはできない。そして私のいるところには来ることができないだろう、といったその言葉はどういう意味だろう。祭りの終わりの大事な日に、イエスは立って叫んで言われた。誰でも乾く者は私のところに来て飲むがよい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その腹から生ける水が川となって流れ出るであろう。これはイエスを信じる人々が受けようとしている御霊を指して言われたのである。すなわちイエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊がまだ下っていなかったのである。群衆のある者がこれらの言葉を聞いて、この方は本当にあの預言者である、と言い、他の人たちはこの方はキリストである、と言い、またある人々は、キリストはまさかガリラヤからは出てこないだろう。キリストはダビデの子孫から、またダビデのいたベツレヘムの村から出ると聖書に書いてあるではないか、と言った。こうして群衆の間にイエスのことで論争が生じた。彼らのうちのある人々はイエスを捕らえようと思ったが、誰一人手をかける者はなかった。さて、下役どもが祭司長たちやパリサイ人たちのところに帰ってきたので、彼らはその下役どもに言った。なぜあの人を連れてこなかったのか。下役どもは答えた。この人の語るように語ったものは、これまでにありませんでした。パリサイ人たちが彼らに答えた。あなた方までが騙されているのではないか。役人たちやパリサイ人たちの中で、一人でも彼を信じた者があっただろうか。律法をわきまえないこの群衆は呪われている。彼らの中の一人で、以前にイエスに会いに来たことのあるニコデモが彼らに言った。私たちの律法によれば、まずその人の言い分を聞き、その人のしたことを知った上でなければ、裁くことをしないのではないか。彼らは答えて言った。あなたもガリラヤでなのか、よく調べてみなさい。ガリラヤからは預言者が出るものではないことがわかるだろう。そして人々はおのおの家に帰って行った。ヨハネによる福音書、第8章。イエスはオリブ山に行かれた。朝早くまた宮に入られると、人々が皆身元に集まってきたので、イエスは座って彼らを教えておられた。すると律法学者たちやパリサイ人たちが、勧誘をしているときに捕まえられた女を引っ張ってきて、中に立たせた上、イエスに言った。先生、この女は勧誘の場で捕まえられました。モーセは律法の中で、こういう女を石で打ち殺せと命じましたが、あなたはどう思いますか？彼らがそう言ったのは、イエスを試して訴える口実を得るためであった。しかし、イエスは身をかがめて、指で地面に何か書いておられた。彼らが問い続けるので、イエスは身を起こして彼らに言われた。あなた方の中で罪のない者が、まずこの女に石を投げつけるがよい。そしてまた身をかがめて、地面に物を書き続けられた。これを聞くと、彼らは年寄りから始めて、一人一人出て行き、ついにイエスだけになり、女は中にいたまま残された。そこでイエスは身を起こして女に言われた。女よ、みんなはどこにいるか。あなたを罰する者はなかったのか。女は言った。主よ、誰もございません。イエスは言われた。私もあなたを罰しない。お帰りなさい。今後はもう罪を犯さないように。イエスはまた人々に語ってこう言われた。私は世の光である。私に従ってくる者は闇の内を歩くことがなく、命の光を持つであろう。するとパリサイ人たちがイエスに言った。あなたは自分のことを証ししている。あなたの証しは真実ではない。イエスは彼らに答えて言われた。たとえ私が自分のことを証ししても、私の証しは真実である。それは私がどこから来たのか、またどこへ行くのかを知っているからである。しかしあなた方は私がどこから来て、どこへ行くのかを知らない。あなた方は肉によって人を裁くが、私は誰をも裁かない。しかし、もし私が裁くとすれば、私の裁きは正しい。なぜなら、私は一人ではなく、
私を使わされた方が私と一緒だからである。あなた方の律法には、二人による証言は真実だと書いてある。私自身のことを証しするのは私であるし、私を使わされた父も私のことを証ししてくださるのである。すると彼らはイエスに言った。あなたの父はどこにいるのか。イエスは答えられた。あなた方は私をも私の父をも知っていない。もしあなた方が私を知っていたなら、私の父をも知っていたであろう。イエスが宮の内で教えていたとき、これらの言葉を賽銭箱のそばで語られたのであるが、イエスの時がまだ来ていなかったので、誰も捕らえるものがなかった。さて、また彼らに言われた。私は去っていく。あなた方は私を探し求めるであろう。そして自分の罪のうちに死ぬであろう。私の行くところには、あなた方は来ることができない。そこでユダヤ人たちは言った。私が行くところに、あなた方は来ることができないと言ったのは、あるいは自殺でもしようとするつもりか。イエスは彼らに言われた。あなた方は下から出たものだが、私は上から来たものである。あなた方はこの世のものであるが、私はこの世のものではない。だから私は、あなた方は自分の罪のうちに死ぬであろうと言ったのである。もし私がそういうものであることを、あなた方が信じなければ、罪のうちに死ぬことになるからである。そこで彼らはイエスに言った。あなたは一体どういう方ですか？イエスは彼らに言われた。私がどういうものであるかは、はじめからあなた方に言っているではないか。あなた方について私の言うべきこと、裁くべきことがたくさんある。しかし私を使わされた方は真実な方である。私はその方から聞いたままを、世に向かって語るのである。彼らはイエスが父について話しておられたことを悟らなかった。そこでイエスは言われた。あなた方が人の子をあげてしまった後、初めて私がそういうものであること、また私は自分からは何もせず、ただ父が教えてくださったままを話していたことが分かってくるであろう。私を使わされた方は私と一緒におられる。私はいつも神の御心にかなうことをしているから、私を一人置き去りになさることはない。これらのことを語られたところ、多くの人々がイエスを信じた。イエスは自分を信じたユダヤ人たちに言われた。もし私の言葉のうちにとどまっておるなら、あなた方は本当に私の弟子なのである。また真理を知るであろう。そして真理はあなた方に自由を得させるであろう。そこで彼らはイエスに言った。私たちはアブラハムの子孫であって、人の奴隷になったことなどは一度もない。どうしてあなた方に自由を得させるであろうと言われるのか。イエスは彼らに答えられた。よくよくあなた方に言っておく。すべて罪を犯す者は罪の奴隷である。そして奴隷はいつまでも家にいるものではない。しかし子はいつまでもいる。だから、もし子があなた方に自由を得させるならば、あなた方は本当に自由なものとなるのである。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っている。それなのにあなた方は私を殺そうとしている。私の言葉があなた方のうちに根を下ろしていないからである。私は私の父のもとで見たことを語っているが、あなた方は自分の父から聞いたことを行っている。彼らはイエスに答えて言った。私たちの父はアブラハムである。イエスは彼らに言われた。もしアブラハムの子であるなら、アブラハムの技をするがよい。ところが今、神から聞いた真理をあなた方に語ってきたこの私を殺そうとしている。そんなことをアブラハムはしなかった。あなた方はあなた方の父の技を行っているのである。彼らは言った。私たちは不信仰の結果生まれたものではない。私たちには一人の父がある。それは神である。イエスは彼らに言われた。神があなた方の父であるならば、あなた方は私を愛するはずである。私は神から出たもの、また神から来ているものであるからだ。私は自分から来たのではなく、神から使わされたのである。どうしてあなた方は私の話すことがわからないのか。
あなた方が私の言葉を悟ることができないからである。あなた方は自分の父、すなわち悪魔から出てきたものであって、その父の欲望通りを行おうと思っている。彼は初めから人殺しであって、真理に立つものではない。彼のうちには真理がないからである。彼が偽りを言うとき、いつも自分の本音を吐いているのである。彼は偽り者であり、偽りの父であるからだ。しかし、私が真理を語っているので、あなた方は私を信じようとしない。あなた方のうち、誰が私に罪があると責めうるのか。私は真理を語っているのに、なぜあなた方は私を信じないのか。神から来た者は神の言葉に聞き従うが、あなた方が聞き従わないのは神から来たものではないからである。ユダヤ人たちはイエスに答えて言った。あなたはサマリア人で悪霊に取り憑かれていると私たちが言うのは当然ではないか。イエスは答えられた。私は悪霊に取り憑かれているのではなくて、私の父を重んじているのだが、あなた方は私を軽んじている。私は自分の栄光を求めてはいない。それを求める方が別にある。その方はまた裁く方である。よくよく言っておく。もし人が私の言葉を守るならば、その人はいつまでも死を見ることがないであろう。ユダヤ人たちが言った。あなたが悪霊に取り憑かれていることが今わかった。アブラハムは死に、預言者たちも死んでいる。それなのに、あなたは私の言葉を守る者は、いつまでも死を味わうことがないであろうと言われる。あなたは私たちの父、アブラハムより偉いのだろうか。彼も死に、預言者たちも死んだではないか。あなたは一体自分を誰だと思っているのか。イエスは答えられた。私がもし自分に栄光を期するなら、私の栄光は虚しいものである。私に栄光を与える方は、私の父であって、あなた方が自分の神だと言っているのはその方のことである。あなた方はその神を知っていないが、私は知っている。もし私が神を知らないと言うならば、あなた方と同じように偽り者であろう。しかし私はその方を知り、その御言葉を守っている。あなた方の父、アブラハムは私のこの日を見ようとして楽しんでいた。そしてそれを見て喜んだ。そこでユダヤ人たちはイエスに言った。あなたはまだ50にもならないのに、アブラハムを見たのか。イエスは彼らに言われた。よくよくあなた方に言っておく。アブラハムの生まれる前から私はいるのである。そこで彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して宮から出て行かれた。ヨハネによる福音書第9章。イエスが道を通っておられるとき、生まれつきの盲人を見られた。弟子たちはイエスに尋ねて言った。先生、この人が生まれつき盲人なのは、誰が罪を犯したためですか？本人ですか？それともその両親ですか？イエスは答えられた。本人が罪を犯したのでもなく、またその両親が犯したのでもない。ただ神の御業が彼の上に現れるためである。私たちは私を使わされた方の技を昼の間にしなければならない。夜が来る。すると誰も働けなくなる。私はこの世にいる間は世の光である。イエスはそう言って地に椿をし、その椿で泥を作り、その泥を盲人の目に塗って言われた。シロアム、使わされた者の井、の池に行って洗いなさい。そこで彼は行って洗った。そして見えるようになって帰って行った。近所の人々や彼が元こじきであったのを見知っていた人々が言った。この人は座ってこじきをしていたものではないか。ある人々はその人だと言い、他の人々はいや、ただあの人に似ているだけだと言った。しかし本人は私がそれだと言った。そこで人々は彼に言った。では、お前の目はどうして開いたのか。彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シュラームに行って洗えと言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。人々は彼に言った。
その人はどこにいるのか。彼は知りませんと答えた。人々は元盲人であったこの人をパリサイ人たちのところに連れて行った。イエスが泥を作って彼の目を開けたのは安息日であった。パリサイ人たちもまたどうして見えるようになったのかと彼に尋ねた。彼は答えた。あの方が私の目に泥を塗り、私がそれを洗い、そして見えるようになりました。そこであるパリサイ人たちが言った。その人は神から来た人ではない。安息日を守っていないのだから。しかし他の人々は言った。罪のある人がどうしてそのような印を行うことができようか。そして彼らの間に分争が生じた。そこで彼らはもう一度この盲人に聞いた。お前の目を開けてくれたその人をどう思うか。預言者だと思います。と彼は言った。ユダヤ人たちは彼が元盲人であったが見えるようになったことをまだ信じなかった。ついに彼らは目が見えるようになったこの人の両親を呼んで尋ねて言った。これが生まれつき盲人であったとお前たちの言っている息子か。それではどうして今目が見えるのか。両親は答えて言った。これが私どもの息子であること、また生まれつき盲人であったことは存じています。しかしどうして今見えるようになったのか、それは知りません。また誰がその目を開けてくださったのかも知りません。あれに聞いてください。あれはもう大人ですから。自分のことは自分で話せるでしょう。両親はユダヤ人たちを恐れていたので、こう答えたのである。それはもしイエスをキリストと告白する者があれば、街道から追い出すことにユダヤ人たちがすでに決めていたからである。彼の両親が、大人ですから、あれに聞いてくださいと言ったのはそのためであった。そこで彼らは、盲人であった人をもう一度呼んで言った。神に栄光を期するがよい。あの人が罪人であることは私たちにはわかっている。すると彼は言った。あの方が罪人であるかどうか私は知りません。ただ一つのことだけ知っています。私は盲人であったが、今は見えるということです。そこで彼らは言った。その人はお前に何をしたのか。どんなにしてお前の目を開けたのか。彼は答えた。そのことはもう話してあげたのに、聞いてくれませんでした。なぜまた聞こうとするのですか。あなた方もあの人の弟子になりたいのですか。そこで彼らは彼を罵って言った。お前はあれの弟子だが、私たちはモーセの弟子だ。モーセに神が語られたということは知っている。だがあの人がどこから来たものか私たちは知らぬ。そこで彼が答えて言った。私の目を開けてくださったのに、その方がどこから来たかご存じないとは不思議千万です。私たちはこのことを知っています。神は罪人の言うことはお聞き入れになりませんが、神を敬い、その御心を行う人の言うことは聞き入れてくださいます。生まれつき盲人であった者の目を開けた人があるということは、世界が始まって以来聞いたことがありません。もしあの方が神から来た人でなかったら、何一つできなかったはずです。これを聞いて彼らは言った。お前は全く罪の中に生まれていながら、私たちを教えようとするのか。そして彼を外へ追い出した。イエスはその人が外へ追い出されたことを聞かれた。そして彼に会って言われた。あなたは人の子を信じるか。彼は答えて言った。主よ、それはどなたですか。その方を信じたいのですが。イエスは彼に言われた。あなたはもうその人に会っている。今あなたと話しているのがその人である。すると彼は、主よ、信じます、と言ってイエスを拝した。そこでイエスは言われた。私がこの世に来たのは、裁くためである。すなわち、見えない人たちが見えるようになり、見える人たちが見えないようになるためである。そこにイエスと一緒にいたあるパリサイ人たちが、それを聞いてイエスに言った。それでは、私たちも盲人なのでしょうか。イエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲人であったなら、罪はなかったであろう。しかし、今あなた方が、見えると言い張るところに、
あなた方の罪がある。ヨハネによる福音書、第10章。よくよくあなた方に言っておく。羊の囲いに入るのに、門からでなく、他のところから乗り越えてくる者は、盗人であり、強盗である。門から入る者は、羊の羊飼いである。門番は彼のために門を開き、羊は彼の声を聞く。そして彼は自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊を皆出してしまうと、彼は羊の先頭に立っていく。羊はその声を知っているので、彼についていくのである。他の人にはついていかないで逃げ去る。その人の声を知らないからである。イエスは彼らにこの比喩を話されたが、彼らは自分たちにお話になっているのが何のことだかわからなかった。そこでイエスはまた言われた。よくよくあなた方に言っておく。私は羊の門である。私よりも前に来た人は、皆盗人であり、強盗である。羊は彼らに聞き従わなかった。私は門である。私を通って入る者は救われ、また出入りし、牧草にありつくであろう。盗人が来るのは、盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは、羊に命を得させ、豊かに得させるためである。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは、羊のために命を捨てる。羊飼いではなく、羊が自分のものでもない雇い人は、狼が来るのを見ると、羊を捨てて逃げ去る。そして狼は羊を奪い、また追い散らす。彼は雇い人であって、羊のことを心にかけていないからである。私は良い羊飼いであって、私の羊を知り、私の羊はまた私を知っている。それはちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。そして私は羊のために命を捨てるのである。私にはまた、この囲いにいない他の羊がある。私は彼らをも導かねばならない。彼らも私の声に聞き従うであろう。そしてついに一つの群れ、一人の羊飼いとなるであろう。父は私が自分の命を捨てるから、私を愛してくださるのである。命を捨てるのは、それを再び得るためである。誰かが私からそれを取り去るのではない。私が自分からそれを捨てるのである。私にはそれを捨てる力があり、またそれを受ける力もある。これは私の父から授かった定めである。これらの言葉を語られたため、ユダヤ人の間にまたも分争が生じた。そのうちの多くの者が言った。彼は悪霊に取り憑かれて気が狂っている。どうしてあなた方はその言うことを聞くのか。他の人々は言った。それは悪霊に取り憑かれた者の言葉ではない。悪霊は盲人の目を開けることができようか。その頃、エルサレムで、宮清めの祭りが行われた。時は冬であった。イエスは宮の中にあるソロモンの牢を歩いておられた。するとユダヤ人たちがイエスを取り囲んでいった。いつまで私たちを不安のままにしておくのか。あなたがキリストであるなら、そうとはっきり言っていただきたい。イエスは彼らに答えられた。私は話したのだが、あなた方は信じようとしない。私の父の名によってしているすべての技が、私のことを証ししている。あなた方が信じないのは、私の羊でないからである。私の羊は私の声に聞き従う。私は彼らを知っており、彼らは私についてくる。私は彼らに永遠の命を与える。だから彼らはいつまでも滅びることがなく、また彼らを私の手から奪い去るものはない。私の父が私にくださったものは、すべてに勝るものである。そして誰も父の御手からそれを奪い取ることはできない。私と父とは一つである。そこでユダヤ人たちはイエスを撃ち殺そうとして、また石を取り上げた。するとイエスは彼らに答えられた。私は父による多くの良い技をあなた方に示した。
その中のどの技のために私を石で打ち殺そうとするのか。ユダヤ人たちは答えた。あなたを石で殺そうとするのは、良い技をしたからではなく、神を汚したからである。またあなたは人間であるのに、自分を神としているからである。イエスは彼らに答えられた。あなた方の律法に、私は言う、あなた方は神々である、と書いてあるではないか。神の言葉を託された人々が、神と言われておるとすれば、そして聖書の言葉は、捨てることがありえない。父が性別して世に使わされたものが、私は神の子である、と言ったからとて、どうしてあなたは神を汚すものだ、というのか。もし私が父の技を行わないとすれば、私を信じなくてもよい。しかし、もし行っているなら、たとえ私を信じなくても、私の技を信じるがよい。そうすれば父が私におり、また私が父におることを知って悟るであろう。そこで彼らはまたイエスを捕らえようとしたが、イエスは彼らの手を逃れて去って行かれた。さて、イエスはまたヨルダンの向こう岸、すなわちヨハネが初めにバプテスマを授けていたところに行き、そこに滞在しておられた。多くの人々がイエスのところに来て互いに言った。ヨハネは何の印も行わなかったが、ヨハネがこの方について言ったことは皆本当であった。そしてそこで多くの者がイエスを信じた。ヨハネによる福音書、第11章。さて、一人の病人がいた。ラザロといい、マリアとその姉妹、マルタの村、ベタニアの人であった。このマリアは、主に香油を塗り、自分の髪の毛で、主の足を拭いた女であって、病気であったのは、彼女の兄弟、ラザロであった。姉妹たちは人をイエスのもとに遣わして、主よ、ただいま、あなたが愛しておられる者が病気をしています、と言わせた。イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死ぬほどのものではない。それは神の栄光のため、また神の子がそれによって栄光を受けるためのものである。イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。ラザロが病気であることを聞いてから、なお二日そのおられたところに滞在された。それから弟子たちに、もう一度ユダヤに行こうと言われた。弟子たちは言った。先生、ユダヤ人らが先ほどもあなたを石で殺そうとしていましたのに、またそこに行かれるのですか？イエスは答えられた。一日には12時間あるではないか。昼間歩けば人はつまずくことはない。この世の光を見ているからである。しかし夜歩けばつまずく。その人のうちに光がないからである。そう言われたが、それからまた彼らに言われた。私たちの友、ラザロが眠っている。私は彼を起こしに行く。すると弟子たちは言った。主よ、眠っているのでしたら助かるでしょう。イエスはラザロが死んだことを言われたのであるが、弟子たちは眠って休んでいることを指して言われたのだと思った。するとイエスはあからさまに彼らに言われた。ラザロは死んだのだ。そして私がそこに居合わせなかったことをあなた方のために喜ぶ。それはあなた方が信じるようになるためである。では彼のところに行こう。するとデドモと呼ばれているトマスが仲間の弟子たちに言った。私たちも行って先生と一緒に死のうではないか。さてイエスが行ってご覧になると、ラザロはすでに4日間も墓の中に置かれていた。ベタニアはエルサレムに近く、25町ばかり離れたところにあった。大勢のユダヤ人がその兄弟のことで、マルタとマリアとを慰めようとして来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて出迎えに行ったが、マリアは家で座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしあなたがここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう。しかし、あなたがどんなことをお願いになっても、神は叶えてくださることを私は今でも存じています。イエスはマルタに言われた。あなたの兄弟は蘇るであろう。マルタは言った。終わりの日の蘇りの時、蘇ることは存じています。イエスは彼女に言われた。私は蘇りであり、
命である。私を信じる者は、たとえ死んでも生きる。また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。あなたはこれを信じるか。マルタはイエスに言った。主よ、信じます。あなたがこの世に来たるべきキリスト、神の御子であると信じております。マルタはこう言ってから、帰って姉妹のマリアを呼び、先生がおいでになってあなたを呼んでおられます、と小声で言った。これを聞いたマリアはすぐ立ち上がってイエスのもとに行った。イエスはまだ村に入って来られず、マルタがお迎えしたその場所におられた。マリアと一緒に家にいて彼女を慰めていたユダヤ人たちは、マリアが急いで立ち上がって出て行くのを見て、彼女は墓に泣きに行くのだろうと思い、その後からついて行った。マリアはイエスのおられるところに行ってお目にかかり、その足元にひれ伏していった。主よ、もしあなたがここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう。イエスは彼女が泣き、また彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になり、激しく感動し、また心を騒がせ、そして言われた。彼をどこに置いたのか。彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流された。するとユダヤ人たちは言った。ああ、なんと彼を愛しておられたことか。しかし、彼らのある人たちは言った。あの盲人の目を開けたこの人でも、ラザロを死なせないようにはできなかったのか。イエスはまた激しく感動して墓に入られた。それは洞穴であって、そこに石がはめてあった。イエスは言われた。石を取り除けなさい。死んだラザロの姉妹、マルタが言った。主よ、もう臭くなっております。四日も経っていますから。イエスは彼女に言われた。もし信じるなら、神の栄光を見るであろうとあなたに言ったではないか。人々は石を取り除けた。するとイエスは目を天に向けて言われた。父よ、私の願いをお聞きくださったことを感謝します。あなたがいつでも私の願いを聞き入れてくださることをよく知っています。しかし、こう申しますのは、そばに立っている人々に、あなたが私を使わされたことを信じさせるためであります。こう言いながら大声で、ラザロよ、出てきなさい、と呼ばわれた。すると死人は手足を布で巻かれ、顔も顔覆いで包まれたまま出てきた。イエスは人々に言われた。彼をほどいてやって帰らせなさい。マリアのところに来てイエスのなさったことを見た多くのユダヤ人たちはイエスを信じた。しかしそのうちの数人がパリサイ人たちのところに行ってイエスのされたことを告げた。そこで祭司長たちとパリサイ人たちとは議会を召集していった。この人が多くの印を行っているのにお互いは何をしているのだ。もしこのままにしておけば、みんなが彼を信じるようになるだろう。その上、ローマ人がやってきて、私たちの土地も人民も奪ってしまうであろう。彼らのうちの一人で、その年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は何もわかっていないし、一人の人が人民に代わって死んで、全国民が滅びないようになるのが、私たちにとって得だということを考えてもいない。このことは彼が自分から言ったのではない。彼はこの年の大祭司であったので、予言をしてイエスが国民のために、ただ国民のためだけではなく、また散在している神の子らを一つに集めるために死ぬことになっていると言ったのである。彼らはこの日からイエスを殺そうと相談した。そのためイエスはもはや公然とユダヤ人の間を歩かないで、そこを出て、荒野に近い地方のエフライムという町に行かれ、そこに弟子たちと一緒に滞在しておられた。さて、ユダヤ人の杉越の祭りが近づいたので、多くの人々は身を清めるために祭りの前に地方からエルサレムへ登った。人々はイエスを探し求め、宮の庭に立って互いに言った。あなた方はどう思うか、イエスはこの祭りに来ないのだろうか。祭司長たちとパリサイ人たちとは、イエスを捕らえようとして、その居所を知っている者があれば申し出よという指令を出していた。ヨハネによる福音書、
第十二章。杉越の祭りの6日前に、イエスはベタニアに行かれた。そこはイエスが死人の中から蘇らせたラザロのいるところである。イエスのためにそこで夕食の用意がされ、マルタは給仕をしていた。イエスと一緒に食卓についていた者のうちに、ラザロも加わっていた。その時マリアは、高価で純粋なナルドの香油一斤を持ってきて、イエスの足に塗り、自分の髪の毛でそれを拭いた。すると香油の香りが家にいっぱいになった。弟子の一人で、イエスを裏切ろうとしていたイスカリオテのユダが言った。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人たちに施さなかったのか。彼がこう言ったのは、貧しい人たちに対する思いやりがあったからではなく、自分が盗人であり、財布を預かっていて、その中身をごまかしていたからであった。イエスは言われた、この女のするままにさせておきなさい。私の葬りの日のために、それを取っておいたのだから。貧しい人たちはいつもあなた方と共にいるが、私はいつも共にいるわけではない。大勢のユダヤ人たちがそこにイエスのおられるのを知って押し寄せてきた。それはイエスに会うためだけではなく、イエスが死人の中から蘇らせたラザロを見るためでもあった。そこで祭司長たちはラザロも殺そうと相談した。それはラザラのことで多くのユダヤ人が彼らを離れ去ってイエスを信じるに至ったからである。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞いて、シュロの枝を手に取り迎えに出て行った。そして叫んだ。ホサナ、主の皆によって来たる者に祝福あれ、イスラエルの王に。イエスはロバの子を見つけてその上に乗られた。それはシオンの娘よ、恐れるな。見よ、あなたの王が、ロバの子に乗っておいでになる、と書いてある通りであった。弟子たちは、はじめには、このことを悟らなかったが、イエスが栄光を受けられた時に、このことがイエスについて書かれてあり、またその通りに、人々がイエスに対してしたのだということを思い起こした。また、イエスがラザロを墓から呼び出して、死人の中から蘇らせた時、イエスと一緒にいた群衆がその証をした。群衆がイエスを迎えに出たのは、イエスがこのような印を行われたことを聞いていたからである。そこでパリサイ人たちは互いに言った。何をしても無駄だった。世を挙げて彼の後を追っていったではないか。祭りで礼拝するために登ってきた人々のうちに、数人のギリシャ人がいた。彼らはガリラヤの別サイダデであるピリポのところに来て、君をイエスにお目にかかりたいのですが、と言って頼んだ。ピリポはアンデレのところに行ってそのことを話し、アンデレとピリポはイエスのもとに行って伝えた。するとイエスは答えて言われた。人の子が栄光を受ける時が来た。よくよくあなた方に言っておく。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままである。しかし、もし死んだなら、豊かに実を結ぶようになる。自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るであろう。もし私に仕えようとする人があれば、その人は私に従ってくるがよい。そうすれば私のおるところに、私に仕える者もまたおるであろう。もし私に仕えようとする人があれば、その人を父は重んじてくださるであろう。今私の心が騒いでいる。私は何と言おうか。父よ、この時から私をお救いください。しかし私はこのためにこの時に至ったのです。父よ、皆が崇められますように。すると天から声があった。私はすでに栄光を表した。そしてさらにそれを表すであろう。するとそこに立っていた群衆がこれを聞いて、雷が鳴ったのだと言い、他の人たちは御使いが彼に話しかけたのだと言った。イエスは答えて言われた。この声があったのは私のためではなく、あなた方のためである。今はこの世が裁かれる時である。今こそこの世の君は追い出されるであろう。
そして私がこの地から挙げられるときには、すべての人を私のところに引き寄せるであろう。イエスはこう言って、自分がどんな死に方で死のうとしていたかをお示しになったのである。すると群衆はイエスに向かって言った。私たちは律法によって、キリストはいつまでも生きておいでになるのだと聞いていました。それなのに、どうして人の子は挙げられねばならないと言われるのですか。その人のことは誰のことですか。そこでイエスは彼らに言われた。もうしばらくの間、光はあなた方と一緒にここにある。光がある間に歩いて、闇に追いつかれないようにしなさい。闇の中を歩く者は、自分がどこへ行くのかわかっていない。光のある間に、光の異なるために光を信じなさい。イエスはこれらのことを話してから、そこを立ち去って、彼らから身をお隠しになった。このように多くの印を彼らの前でなさったが、彼らはイエスを信じなかった。それは預言者イザヤの次の言葉が成就するためである。主よ、私たちの説くところを誰が信じたでしょうか。また主の御腕は誰に示されたでしょうか。こういうわけで彼らは信じることができなかった。イザヤはまたこうも言った。神は彼らの目をくらまし、心を固くなりなさった。それは彼らが目で見ず、心で悟らず、悔い改めて癒されることがないためである。イザヤがこう言ったのは、イエスの栄光を見たからであって、イエスのことを語ったのである。しかし、役人たちの中にもイエスを信じた者が多かったが、パリサイ人をはばかって告白はしなかった。街道から追い出されるのを恐れていたのである。彼らは神の誉れよりも人の誉れを好んだからである。イエスは大声で言われた。私を信じる者は私を信じるのではなく、私を使わされた方を信じるのである。また私を見る者は私を使わされた方を見るのである。私は光としてこの世に来た。それは私を信じる者が闇のうちにとどまらないようになるためである。たとえ私の言うことを聞いてそれを守らない人であっても、私はその人を裁かない。私が来たのはこの世を裁くためではなく、この世を救うためである。私を捨てて私の言葉を受け入れない人には、その人を裁くものがある。私の語ったその言葉が、終わりの日にその人を裁くであろう。私は自分から語ったのではなく、私を使わされた父ご自身が、私の言うべきこと、語るべきことをお命じになったのである。私はこの命令が永遠の命であることを知っている。それゆえに私が語っていることは、私の父が私に仰せになったことをそのまま語っているのである。ヨハネによる福音書、第十三章。杉越の祭りの前に、イエスはこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知り、世にいる自分の者たちを愛して、彼らを最後まで愛し通された。夕食の時、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心に、イエスを裏切ろうとする思いを入れていたが、イエスは父がすべてのものを自分の手にお与えになったこと、また自分は神から出てきて神に帰ろうとしていることを思い、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰に巻き、それから水をたらいに入れて弟子たちの足を洗い、腰に巻いた手ぬぐいで拭き始められた。こうしてシモン・ペテロの番になった。すると彼はイエスに、主よ、あなたが私の足をお洗いになるのですか、と言った。イエスは彼に答えて言われた。私のしていることは今あなたにはわからないが、後でわかるようになるだろう。ペテロはイエスに言った。私の足を決して洗わないでください。イエスは彼に答えられた。もし私があなたの足を洗わないなら、あなたは私と何の関わりもなくなる。シモン・ペテロはイエスに言った。主よ、では足だけではなく、どうぞ手も頭も。イエスは彼に言われた。すでに体を洗った者は、足の他は洗う必要がない。全身がきれいなのだから。あなた方はきれいなのだ。
しかしみんながそうなのではない。イエスは自分を裏切る者を知っておられた。それでみんながきれいなのではないと言われたのである。こうして彼らの足を洗ってから上着をつけ、再び席に戻って彼らに言われた。私があなた方にしたことがわかるか。あなた方は私を教師、また主と呼んでいる。そういうのは正しい。私はその通りである。しかし主であり、また教師である私があなた方の足を洗ったからには、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきである。私があなた方にした通りに、あなた方もするように、私は手本を示したのだ。よくよくあなた方に言っておく。しもべはその主人に勝るものではなく、使わされたものは使わしたものに勝るものではない。もしこれらのことが分かっていて、それを行うなら、あなた方は幸いである。あなた方全部のものについてこう言っているのではない。私は自分が選んだ人たちを知っている。しかし私のパンを食べている者が、私に向かってそのかかとを上げたとある聖書は成就されなければならない。そのことがまだ起こらない今のうちにあなた方に言っておく。いよいよことが起こったとき、私がそれであることをあなた方が信じるためである。よくよくあなた方に言っておく。私が使わすものを受け入れる者は、私を受け入れるのである。私を受け入れる者は、私を使わされた方を受け入れるのである。イエスがこれらのことを言われた後、その心が騒ぎ、おごそかに言われた。よくよくあなた方に言っておく。あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。弟子たちは誰のことを言われたのか察しかねて、互いに顔を見合わせた。弟子たちの一人で、イエスの愛しておられた者が、身胸に近く席についていた。そこでシモン・ペテロは彼に合図をして言った。誰のことをおっしゃったのか知らせてくれ。その弟子はそのままイエスの胸に寄りかかって、主よ、誰のことですかと尋ねると、イエスは答えられた。私が一切れの食物を浸して与えるものがそれである。そして一切れの食物を浸して取り上げ、シモンの子、イスカリオテのユダにお与えになった。この一切れの食物を受けるや否や、サタンがユダに入った。そこでイエスは彼に言われた。しようとしていることを今すぐするがよい。席を共にしていた者のうち、なぜユダにこう言われたのか、分かっていた者は一人もなかった。ある人々はユダが金入れを預かっていたので、イエスが彼に祭りのために必要なものを買えと言われたか、あるいは貧しい者に何か施させようとされたのだと思っていた。ユダは一切れの食物を受けると、すぐに出て行った。時は夜であった。さて彼が出て行くとイエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。神もまた彼によって栄光をお受けになった。彼によって栄光をお受けになったのなら、神ご自身も彼に栄光をお授けになるであろう。すぐにもお授けになるであろう。子たちよ、私はまだしばらくあなた方と一緒にいる。あなた方は私を探すだろうが、すでにユダヤ人たちに言った通り、今あなた方にも言う。あなた方は私の行くところに来ることはできない。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを、すべての者が認めるであろう。シモン・ペテロがイエスに言った。主よ、どこへおいでになるのですか。イエスは答えられた。あなたは私の行くところに今はついてくることはできない。しかし、後になってからついてくることになろう。ペテロはイエスに言った。主よ、なぜ今あなたについて行くことができないのですか。あなたのためには命も捨てます。イエスは答えられた。私のために命を捨てるというのか。よくよくあなたに言っておく。鶏が鳴く前に、あなたは私を三度知らないと言うであろう。ヨハネによる福音書、第十四章。あなた方は心を騒がせないがよい。
神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったならば、私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから。そして行って場所の用意ができたならば、また来てあなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにあなた方もおらせるためである。私がどこへ行くのか、その道はあなた方にわかっている。トマスはイエスに言った。主よ、どこへおいでになるのか、私たちにはわかりません。どうしてその道がわかるでしょう。イエスは彼に言われた。私は道であり、真理であり、命である。誰でも私に寄らないでは、父の身元に行くことはできない。もしあなた方が私を知っていたならば、私の父をも知ったであろう。しかし今父を知っており、またすでに父を見たのである。ピリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を示してください。そうしてくだされば、私たちは満足します。イエスは彼に言われた。ピリポよ、こんなに長くあなた方と一緒にいるのに、私がわかっていないのか。私を見た者は父を見たのである。どうして私たちに父を示してほしいというのか。私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのか。私があなた方に話している言葉は、自分から話しているのではない。父が私のうちにおられて、御業をなさっているのである。私が父におり、父が私におられることを信じなさい。もしそれが信じられないならば、技そのものによって信じなさい。よくよくあなた方に言っておく。私を信じる者は、また私のしている技をするであろう。そればかりか、もっと大きい技をするであろう。私が父の身元に行くからである。私の名によって願うことは、何でも叶えてあげよう。父が子によって栄光をお受けになるためである。何事でも私の名によって願うならば、私はそれを叶えてあげよう。もしあなた方が私を愛するならば、私の戒めを守るべきである。私は父にお願いしよう。そうすれば父は別に助け主を送って、いつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう。それは真理の御霊である。この世はそれを見ようともせず、知ろうともしないので、それを受けることができない。あなた方はそれを知っている。なぜなら、それはあなた方と共におり、またあなた方のうちにいるからである。私はあなた方を捨てて、孤児とはしない。あなた方のところに帰ってくる。もうしばらくしたら、世はもはや私を見なくなるだろう。しかし、あなた方は私を見る。私が生きるので、あなた方も生きるからである。その日には、私は私の父におり、あなた方は私におり、また私があなた方におることがわかるであろう。私の戒めを心に抱いてこれを守る者は、私を愛する者である。私を愛する者は、私の父に愛されるであろう。私もその人を愛し、その人に私自身を表すであろう。イスカリオテでない方のユダがイエスに言った。主よ、あなたご自身を私たちに表そうとして、世には表そうとされないのはなぜですか？イエスは彼に答えて言われた。もし誰でも私を愛するならば、私の言葉を守るであろう。そして私の父はその人を愛し、また私はその人のところに行って、その人と一緒に住むであろう。私を愛さない者は私の言葉を守らない。あなた方が聞いている言葉は私の言葉ではなく、私を使わされた父の言葉である。これらのことはあなた方と一緒にいたとき、すでに語ったことである。しかし、助け主、すなわち父が私の名によって使わされる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろう。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは、世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな。またおじけるな。
私は去っていくが、またあなた方のところに帰ってくると私が言ったのをあなた方は聞いている。もし私を愛しているなら、私が父のもとに行くのを喜んでくれるであろう。父が私より大きい方であるからである。今私はそのことが起こらない先にあなた方に語った。それはことが起こった時にあなた方が信じるためである。私はもはやあなた方に多くを語るまい。この世の君が来るからである。だが彼は私に対して何の力もない。しかし私が父を愛していることを世が知るように、私は父がお命じになった通りのことを行うのである。さて、さあここから出かけていこう。ヨハネによる福音書、第15章。私は誠のブドウの木。私の父は農夫である。私につながっている枝で実を結ばないものは、父がすべてこれを取り除き、実を結ぶものは、もっと豊かに実らせるために、手入れしてこれをきれいになさるのである。あなた方は私が語った言葉によってすでに清くされている。私につながっていなさい。そうすれば私はあなた方とつながっていよう。枝がブドウの木につながっていなければ、自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ、実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。私から離れては、あなた方は何一つできないからである。人が私につながっていないならば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる。人々はそれをかき集め、火に投げ入れて焼いてしまうのである。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方にとどまっているならば、何でも望むものを求めるがよい。そうすれば与えられるであろう。あなた方が実を豊かに結び、そして私の弟子となるならば、それによって私の父は栄光をお受けになるであろう。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛したのである。私の愛のうちにいなさい。もし私の戒めを守るならば、あなた方は私の愛のうちにおるのである。それは私が私の父の戒めを守ったので、その愛のうちにおるのと同じである。私がこれらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにも宿るため、またあなた方の喜びが満ち溢れるためである。私の戒めはこれである。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。あなた方に私が命じることを行うならば、あなた方は私の友である。私はもうあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人のしていることを知らないからである。私はあなた方を友と呼んだ。私の父から聞いたことを皆、あなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた。それはあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも、父が与えてくださるためである。これらのことを命じるのは、あなた方が互いに愛し合うためである。もしこの世があなた方を憎むならば、あなた方よりも先に私を憎んだことを知っておくがよい。もしあなた方がこの世から出たものであったなら、この世はあなた方を自分のものとして愛したであろう。しかしあなた方はこの世のものではない。かえって私があなた方をこの世から選び出したのである。だからこの世はあなた方を憎むのである。私があなた方に、しもべはその主人に勝るものではないと言ったことを覚えていなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害するであろう。またもし彼らが私の言葉を守っていたなら、あなた方の言葉をも守るであろう。彼らは私の名のゆえに、あなた方に対してすべてそれらのことをするであろう。
それは私を使わされた方を彼らが知らないからである。もし私が来て彼らに語らなかったならば、彼らは罪を犯さないで済んだであろう。しかし今となっては、彼らにはその罪について言い逃れる道がない。私を憎む者は私の父をも憎む。もし他の誰もがしなかったような技を私が彼らの間でしなかったならば、彼らは罪を犯さないで済んだであろう。しかし事実、彼らは私と私の父とを見て憎んだのである。それは彼らは理由なしに私を憎んだと書いてある彼らの律法の言葉が成就するためである。私が父の身元からあなた方に使わそうとしている助け主、すなわち父の身元から来る真理の御霊が下るとき、それは私について証しをするであろう。あなた方も初めから私と一緒にいたのであるから、証しをするのである。ヨハネによる福音書、第16章。私がこれらのことを語ったのは、あなた方がつまずくことのないためである。人々はあなた方を街道から追い出すであろう。さらにあなた方を殺す者が皆、それによって自分たちは神に仕えているのだと思う時が来るであろう。彼らがそのようなことをするのは、父をも私をも知らないからである。私があなた方にこれらのことを言ったのは、彼らの時が来た場合、私が彼らについて言ったことを思い起こさせるためである。これらのことを初めから言わなかったのは、私があなた方と一緒にいたからである。けれども今私は、私を使わされた方のところに行こうとしている。しかしあなた方のうち、誰もどこへ行くのかと尋ねる者はない。かえって私がこれらのことを言ったために、あなた方の心は憂いで満たされている。しかし私は本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことは、あなた方の益になるのだ。私が去っていかなければ、あなた方のところに助け主は来ないであろう。もし行けば、それをあなた方に使わそう。それが来たら、罪と義と裁きとについて、世の人の目を開くであろう。罪についてと言ったのは、彼らが私を信じないからである。義についてと言ったのは、私が父の身元に行き、あなた方はもはや私を見なくなるからである。裁きについてと言ったのは、この世の君が裁かれるからである。私にはあなた方に言うべきことがまだ多くあるが、あなた方は今はそれに耐えられない。けれども真理の御霊が来るときには、あなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろう。それは自分から語るのではなく、その聞くところを語り、来たるべきことをあなた方に知らせるであろう。御霊は私に栄光を得させるであろう。私のものを受けて、それをあなた方に知らせるからである。父がお持ちになっているものは皆私のものである。御霊は私のものを受けて、それをあなた方に知らせるのだと私が言ったのはそのためである。しばらくすれば、あなた方はもう私を見なくなる。しかし、またしばらくすれば、私に会えるであろう。そこで弟子たちのうちのある者は互いに言い合った。しばらくすれば、私を見なくなる。またしばらくすれば、私に会えるであろう、と言われ、私の父のところに行く、と言われたのは、一体どういうことなのであろう。彼らはまた言った。しばらくすれば、と言われるのは、どういうことか。私たちには、その言葉の意味がわからない。イエスは彼らが尋ねたがっていることに気がついて、彼らに言われた。しばらくすれば私を見なくなる。またしばらくすれば私に会えるであろうと、私が言ったことで互いに論じ合っているのか。よくよくあなた方に言っておく。あなた方は泣き悲しむが、この世は喜ぶであろう。あなた方は憂えているが、この憂いは喜びに変わるであろう。女が子を産む場合には、その時が来たというので、不安を感じる。しかし、子を産んでしまえば、もはやその苦しみを覚えてはいない。一人の人がこの世に生まれたという喜びがあるためである。このように、あなた方にも今は不安がある。しかし、私は再びあなた方と会うであろう。そして、あなた方の心は喜びに満たされるであろう。
その喜びをあなた方から取り去る者はいない。その日にはあなた方は私に問うことは何もないであろう。よくよくあなた方に言っておく。あなた方が父に求めるものは何でも私の名によってくださるであろう。今まではあなた方は私の名によって求めたことはなかった。求めなさい。そうすれば与えられるであろう。そしてあなた方の喜びが満ち溢れるであろう。私はこれらのことを比喩で話したが、もはや比喩では話さないで、あからさまに父のことをあなた方に話して聞かせる時が来るであろう。その日にはあなた方は私の名によって求めるであろう。私はあなた方のために父に願ってあげようとは言うまい。父ご自身があなた方を愛しておいでになるからである。それはあなた方が私を愛したため、また私が神の身元から来たことを信じたためである。私は父から出てこの世に来たが、またこの世を去って父の身元に行くのである。弟子たちは言った。今はあからさまにお話になって、少しも比喩ではお話になりません。あなたはすべてのことをご存知であり、誰もあなたにお尋ねする必要のないことが今わかりました。このことによって私たちは、あなたが神から来られた方であると信じます。イエスは答えられた。あなた方は今信じているのか。見よ、あなた方は散らされて、それぞれ自分の家に帰り、私を一人だけ残す時が来るであろう。いや、すでに来ている。しかし私は一人でいるのではない。父が私と一緒におられるのである。これらのことをあなた方に話したのは、私にあって平安を得るためである。あなた方はこの世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。ヨハネによる福音書第17章。これらのことを語り終えると、イエスは天を見上げて言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すように、この栄光を表してください。あなたは子に賜ったすべてのものに永遠の命を授けさせるため、万民を支配する権威を子にお与えになったのですから。永遠の命とは、唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストとを知ることであります。私は私にさせるためにお授けになった御業を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。父よ、世が作られる前に、私が御側で持っていた栄光で、今御前に私を輝かせてください。私はあなたが世から選んで、私に賜った人々に、皆を表しました。彼らはあなたのものでありましたが、私にくださいました。そして彼らはあなたの言葉を守りました。今彼らは私に賜ったものはすべて、あなたから出たものであることを知りました。なぜなら、私はあなたからいただいた言葉を彼らに与え、そして彼らはそれを受け、私があなたから出たものであることを本当に知り、またあなたが私を使わされたことを信じるに至ったからです。私は彼らのためにお願いします。私がお願いするのはこの世のためにではなく、あなたが私に賜った者たちのためです。彼らはあなたのものなのです。私のものは皆あなたのもの、あなたのものは私のものです。そして私は彼らによって栄光を受けました。私はもうこの世にはいなくなりますが、彼らはこの世に残っており、私はもうこの世にはいなくなりますが、彼らはこの世に残っており、私は身元に参ります。聖なる父よ、私に賜った皆によって彼らを守ってください。それは私たちが一つであるように、彼らも一つになるためであります。私が彼らと一緒にいた間は、あなたからいただいた皆によって彼らを守り、また保護してまいりました。彼らのうち誰も滅びず、ただ滅びの子だけが滅びました。それは聖書が成就するためでした。今私は身元に参ります。そして世にいる間にこれらのことを語るのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるためであります。私は彼らに御言葉を与えましたが、世は彼らを憎みました。
私が世のものでないように、彼らも世のものではないからです。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、彼らを悪しき者から守ってくださることであります。私が世のものでないように、彼らも世のものではありません。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理であります。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。また彼らが真理によって性別されるように、彼らのために私自身を性別いたします。私は彼らのためばかりではなく、彼らの言葉を聞いて私を信じている人々のためにもお願いいたします。父よ、それはあなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、みんなのものが一つとなるためであります。すなわち、彼らをも私たちのうちにおらせるためであり、それによってあなたが私をお使わしになったことを、世が信じるようになるためであります。私はあなたからいただいた栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように、彼らも一つになるためであります。私が彼らにおり、あなたが私にいますのは、彼らが完全に一つとなるためであり、またあなたが私を使わし、私を愛されたように、彼らをお愛しになったことを世が知るためであります。父よ、あなたが私に賜った人々が、私のいるところに一緒にいるようにしてください。天地が作られる前から私を愛してくださって、私に賜った栄光を彼らに見させてください。正しい父よ、この世はあなたを知っていません。しかし私はあなたを知り、また彼らもあなたが私をお使わしになったことを知っています。そして私は彼らに皆を知らせました。またこれからも知らせましょう。それはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らのうちにあり、また私も彼らのうちにおるためであります。ヨハネによる福音書第18章。イエスはこれらのことを語り終えて、弟子たちと一緒にケデロンの谷の向こうへ行かれた。そこには園があって、イエスは弟子たちと一緒にその中に入られた。イエスを裏切ったユダは、そのところをよく知っていた。イエスと弟子たちとが、たびたびそこで集まったことがあるからである。さて、ユダは、一帯の兵卒と、祭司長やパリサイ人たちの送った下役どもを引き連れ、松明や明かりや武器を持ってそこへやってきた。しかしイエスは自分の身に起ころうとすることをことごとく承知しておられ、進み出て彼らに言われた。誰を探しているのか。彼らはナザレのイエスをと答えた。イエスは彼らに言われた。私がそれである。イエスを裏切ったユダも彼らと一緒に立っていた。イエスが彼らに私がそれであると言われたとき、彼らは後ろに引き下がって地に倒れた。そこでまた彼らに、誰を探しているのかとお尋ねになると、彼らはナザレのイエスをと言った。イエスは答えられた。私がそれであると言ったではないか。私を探しているのなら、この人たちを去らせてもらいたい。それはあなたが与えてくださった人たちの中の一人も、私は失わなかった。とイエスの言われた言葉が成就するためである。シモン・ペテロは剣を持っていたが、それを抜いて大祭司のしもべに切りかかり、その右の耳を切り落とした。そのしもべの名はマルコスであった。するとイエスはペテロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯は飲むべきではないか。それから一帯の兵卒や、その戦卒長や、ユダヤ人の下役どもがイエスを捕らえ、縛り上げて、まずアンナスのところに引き連れて行った。彼はその年の大祭司、カヤパの舅であった。カヤパは前に、一人の人が民のために死ぬのは良いことだと、ユダヤ人に助言したものであった。シモン・ペテロともう一人の弟子とが、イエスについて行った。この弟子は大祭司の知り合いであったので、イエスと一緒に大祭司の中庭に入った。しかし、ペテロは外の戸口に立っていた。すると、大祭司の知り合いであるその弟子が、外に出て行って、門番の女に話し、ペテロを家に入れてやった。
するとこの門番の女がペテロに言った。あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか。ペテロは、いや、そうではない、と答えた。しもべや下役どもは寒い時であったので、炭火を起こし、そこに立って当たっていた。ペテロもまた彼らに混じり、立って当たっていた。大祭司はイエスに、弟子たちのことやイエスの教えのことを尋ねた。イエスは答えられた。私はこの世に対して公然と語ってきた。すべてのユダヤ人が集まっている街道や宮でいつも教えていた。何事も隠れて語ったことはない。なぜ私に尋ねるのか。私が彼らに語ったことは、それを聞いた人々に尋ねるがよい。私の言ったことは彼らが知っているのだから。イエスがこう言われると、そこに立っていた下役の一人が、大祭司に向かってそのような答えをするのか、と言って平手でイエスを打った。イエスは答えられた。もし私が何か悪いことを言ったのなら、その悪い理由を言いなさい。しかし正しいことを言ったのなら、なぜ私を打つのか。それからアンナスはイエスを縛ったまま、大祭司カヤパのところへ送った。シモン・ペテロは立って火に当たっていた。すると人々が彼に言った。あなたもあの人の弟子の一人ではないか。彼はそれを打ち消して、いや、そうではない、と言った。大祭司のしもべの一人で、ペテロに耳を切り落とされた人の親族の者が言った。あなたが園であの人と一緒にいるのを私は見たではないか。ペテロはまたそれを打ち消した。するとすぐに鶏が鳴いた。それから人々はイエスをカヤパのところから官邸に連れて行った。時は夜明けであった。彼らは汚れを受けないで杉越の食事ができるように官邸に入らなかった。そこでピラトは彼らのところに出てきて行った。あなた方はこの人に対してどんな訴えを起こすのか。彼らはピラトに答えて言った。もしこの人が悪事を働かなかったなら、あなたに引き渡すようなことはしなかったでしょう。そこでピラトは彼らに言った。あなた方は彼を引き取って自分たちの律法で裁くがよい。ユダヤ人らは彼に言った。私たちには人を死刑にする権限がありません。これはご自身がどんな死に方をしようとしているかを示すために言われたイエスの言葉が成就するためである。さて、ピラトはまた官邸に入り、イエスを呼び出して言った。あなたはユダヤ人の王であるか。イエスは答えられた。あなたがそういうのは自分の考えからか、それとも他の人々が私のことをあなたにそう言ったのか。ピラトは答えた。私はユダヤ人なのか。あなたの同族や祭司長たちがあなたを私に引き渡したのだ。あなたは一体何をしたのか。イエスは答えられた。私の国はこの世のものではない。もし私の国がこの世のものであれば、私に従っている者たちは私をユダヤ人に渡さないように戦ったであろう。しかし事実、私の国はこの世のものではない。そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのだな。イエスは答えられた。あなたの言う通り、私は王である。私は真理について証をするために生まれ、またそのためにこの世に来たのである。誰でも真理につく者は、私の声に耳を傾ける。ピラトはイエスに言った。真理とは何か。こう言って彼はまたユダヤ人のところに出て行き、彼らに言った。私にはこの人に何の罪も見出せない。過ぎ越しの時には私があなた方のために一人の人を許してやるのがあなた方のしきたりになっている。ついてはあなた方はこのユダヤ人の王を許してもらいたいのか。すると彼らはまた叫んで、その人ではなくバラバをと言った。このバラバは強盗であった。ヨハネによる福音書第19章。そこでピラトはイエスを捕らえ、鞭で打たせた。兵卒たちは、茨で冠を編んで、イエスの頭にかぶらせ、紫の上着を着せ、それからその前に進み出て、ユダヤ人の王、万歳、と言った。そして平手でイエスを打ち続けた。するとピラトは、また出て行って、ユダヤ人たちに言った。
見よ、私はこの人をあなた方の前に引き出すが、それはこの人に何の罪も見出せないことをあなた方に知ってもらうためである。イエスは茨の冠をかぶり、紫の上着を着たままで外へ出られると、ピラトは彼らに言った。見よ、この人だ。祭司長たちや下役どもはイエスを見ると叫んで、十字架につけよ、十字架につけよ、と言った。ピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取って十字架につけるがよい。私は彼には何の罪も見出せない。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。その律法によれば、彼は自分を神の子としたのだから、死罪にあたるものです。ピラトがこの言葉を聞いたとき、ますます恐れ、もう一度官邸に入ってイエスに言った。あなたはもともとどこから来たのか。しかしイエスは何の答えもなさらなかった。そこでピラトは言った。何も答えないのか。私にはあなたを許す権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのか。イエスは答えられた。あなたは上から賜るのでなければ、私に対して何の権威もない。だから私をあなたに引き渡した者の罪はもっと大きい。これを聞いてピラトはイエスを許そうと努めた。しかしユダヤ人たちが叫んで言った。もしこの人を許したなら、あなたはカイザルの味方ではありません。自分を王とする者はすべてカイザルに背く者です。ピラトはこれらの言葉を聞いてイエスを外へ引き出していき、敷石、ヘブル語ではガバタという場所で裁判の席に着いた。その日は杉越の準備の日であって、時は昼の12時頃であった。ピラトはユダヤ人らに言った。見よ、これがあなた方の王だ。すると彼らは叫んだ。殺せ、殺せ、彼を十字架につけよ。ピラトは彼らに言った。あなた方の王を私が十字架につけるのか。祭司長たちは答えた。私たちにはカイザル以外に王はありません。そこでピラトは十字架につけさせるためにイエスを彼らに引き渡した。彼らはイエスを引き取った。イエスは自ら十字架を背負って、サレコーベ、ヘブル語ではゴルゴタという場所に出て行かれた。彼らはそこでイエスを十字架につけた。イエスを真ん中にして他の二人の者を両側に、イエスと一緒に十字架につけた。ピラトは罪状書きを書いて十字架の上にかけさせた。それにはユダヤ人の王、ナザレのイエスと書いてあった。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。それはヘブル、ローマ、ギリシャの国語で書いてあった。ユダヤ人の祭司長たちがピラトに言った。ユダヤ人の王と書かずに、この人はユダヤ人の王と自称していたと書いてほしい。ピラトは答えた。私が書いたことは書いたままにしておけ。さて、兵卒たちはイエスを十字架につけてから、その上着を取って四つに分け、おのおのその一つを取った。また、下着を手に取ってみたが、それには縫い目がなく、上の方から全部一つに折ったものであった。そこで彼らは互いに言った。それを裂かないで、誰のものになるか、くじを引こう。これは彼らは互いに私の上着を分け合い、私の衣をくじ引きにしたという聖書が成就するためで、兵卒たちはそのようにしたのである。さて、イエスの十字架のそばには、イエスの母と、母の姉妹と、クロパの妻マリアと、マグダラのマリアとが佇んでいた。イエスはその母と、愛弟子とがそばに立っているのをご覧になって、母に言われた。夫人よ、ご覧なさい。これはあなたの子です。それからこの弟子に言われた。ご覧なさい。これはあなたの母です。その時以来、この弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。その後、イエスは今や万事が終わったことを知って、私は乾くと言われた。それは聖書が全うされるためであった。そこに水ぶどう酒がいっぱい入れてある器が置いてあったので、人々はこのぶどう酒を含ませた海綿をヒソプの茎に結びつけて、イエスの口元に差し出した。するとイエスはそのぶどう酒を受けて、
すべてが終わったと言われ、首を垂れて息を引き取られた。さて、ユダヤ人たちはその日が準備の日であったので、安息日に死体を十字架の上に残しておくまいと、特にその安息日は大事な日であったから、ピラトに願って足を折った上で死体を取り下ろすことにした。そこで兵卒らが来て、イエスと一緒に十字架につけられた初めの者ともう一人の者との足を折った。しかし彼らがイエスのところに来たとき、イエスはもう死んでおられたのを見て、その足を折ることはしなかった。しかし一人の兵卒が槍でその脇を突き刺すと、すぐ血と水とが流れ出た。それを見た者が証しをした。そしてその証しは真実である。その人は自分が真実を語っていることを知っている。それはあなた方も信ずるようになるためである。これらのことが起こったのは、その骨は砕かれないであろう、との聖書の言葉が成就するためである。また聖書の他のところに、彼らは自分が差し通したものを見るであろう、とある。その後、ユダヤ人をはばかって、密かにイエスの弟子となった、アリマタヤのヨセフという人が、イエスの死体を取り下ろしたいとピラトに願い出た。ピラトはそれを許したので、彼はイエスの死体を取り下ろしに行った。また前に夜、イエスの身元に行ったニコデモも、もつ薬と人工とを混ぜたものを百斤ほど持ってきた。彼らはイエスの死体を取り下ろし、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って、香料を入れて雨布で巻いた。イエスが十字架にかけられたところには、一つの園があり、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の準備の日であったので、その墓が近くにあったため、イエスをそこに収めた。ヨハネによる福音書、第20章。さて、一週の初めの日に、朝早くまだ暗いうちに、マグダラのマリアが墓に行くと、墓から石が取り除けてあるのを見た。そこで走って、シモン・ペテロとイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ行って彼らに言った。誰かが主を墓から取り去りました。どこへ置いたのかわかりません。そこでペテロともう一人の弟子は出かけて墓へ向かって行った。二人は一緒に走り出したが、そのもう一人の弟子の方がペテロよりも早く走って先に墓に着き、そして身をかがめてみると、雨布がそこに置いてあるのを見たが、中へは入らなかった。シモン・ペテロも続いてきて、墓の中に入った。彼は雨布がそこに置いてあるのを見たが、イエスの頭に巻いてあった布は、雨布のそばにはなくて、離れた別の場所にくるめてあった。すると、先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて、これを見て信じた。しかし彼らは死人のうちからイエスが蘇るべきことを記した聖句をまだ悟っていなかった。それから二人の弟子たちは自分の家に帰って行った。しかしマリアは墓の外に立って泣いていた。そして泣きながら身をかがめて墓の中を覗くと、白い衣を着た二人の御使いがイエスの死体の置かれていた場所に、一人は頭の方に、一人は足の方に座っているのを見た。すると彼らはマリアに、女よ、なぜ泣いているのか、と言った。マリアは彼らに言った。誰かが私の主を取り去りました。そしてどこに置いたのか、わからないのです。そう言って、後ろを振り向くと、そこにイエスが立っておられるのを見た。しかし、それがイエスであることに気がつかなかった。イエスは女に言われた。女よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアはその人が園の番人だと思って言った。もしあなたがあの方を移したのでしたら、どこへ置いたのかどうぞおっしゃってください。私がその方を引き取ります。イエスは彼女に、マリアよ、と言われた。マリアは振り返って、イエスに向かってヘブル語でラボニと言った。それは先生という意味である。イエスは彼女に言われた。私に触ってはいけない。私はまだ父の身元に登っていないのだから。ただ私の兄弟たちのところに行って、私は私の父、またあなた方の父であって、私の神、またあなた方の神であられる方の身元へ登っていく、と彼らに伝えなさい。
マグダラのマリアは弟子たちのところに行って、自分が主に会ったこと、またイエスがこれらのことを自分に仰せになったことを報告した。その日、すなわち一週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのおるところの戸をみなしめていると、イエスが入ってきて彼らの中に立ち、安かれと言われた。そう言って、手と脇とを彼らにお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはまた彼らに言われた。安かれ、父が私をお使わしになったように、私もまたあなた方を使わす。そう言って彼らに息を吹きかけて仰せになった。聖霊を受けよ。あなた方が許す罪は、誰の罪でも許され、あなた方が許さずに置く罪は、そのまま残るであろう。十二弟子の一人で、デドモと呼ばれているトマスは、イエスが来られた時、彼らと一緒にいなかった。他の弟子たちが彼に、私たちは主にお目にかかったと言うと、トマスは彼らに言った。私はその手に釘の跡を見、私の指をその釘跡に差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ、決して信じない。8日の後、イエスの弟子たちはまた家の内におり、トマスも一緒にいた。戸は皆閉ざされていたが、イエスが入って来られ、中に立って、安かれと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして、私の脇に差し入れてみなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えて言った。我が主よ、我が神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たので信じたのか。見ないで信ずる者は幸いである。イエスはこの書に書かれていない印を他にも多く弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことを書いたのは、あなた方がイエスは神の子、キリストであると信じるためであり、またそう信じてイエスの名によって命を得るためである。ヨハネによる福音書第21章。その後イエスはテベリアの海辺でご自分をまた弟子たちに表された。その表された次第はこうである。シモン・ペテロがデドモと呼ばれているトマス、ガリダヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子らや他の二人の弟子たちと一緒にいた時のことである。シモン・ペテロは彼らに、私は漁に行くのだと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗った。しかしその夜は何の獲物もなかった。夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。しかし弟子たちはそれがイエスだとは知らなかった。イエスは彼らに言われた。子たちよ、何か食べるものがあるか。彼らはありませんと答えた。するとイエスは彼らに言われた。船の右の方に網を下ろしてみなさい。そうすれば何か取れるだろう。彼らは網を下ろすと、魚が多く取れたので、それを引き上げることができなかった。イエスの愛しておられた弟子が、ペテロに、あれは主だ、と言った。シモン・ペテロは主であると聞いて、裸になっていたため、上着をまとって海に飛び込んだ。しかし、他の弟子たちは、船に乗ったまま、魚の入っている網を引きながら帰っていった。陸からはあまり遠くない、50軒ほどのところにいたからである。彼らが陸に登ってみると、炭火が起こしてあって、その上に魚が乗せてあり、またそこにパンがあった。イエスは彼らに言われた。今取った魚を少し持ってきなさい。シモン・ペテロが行って網を陸に引き上げると、153匹の大きな魚でいっぱいになっていた。そんなに多かったが、網は裂けないでいた。イエスは彼らに言われた。さあ、朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることが分かっていたので、誰もあなたはどなたですか、と進んで尋ねるものがなかった。イエスはそこに来てパンを取り彼らに与え、また魚も同じようにされた。イエスが死人の中から蘇った後、弟子たちに現れたのは、これですでに3度目である。彼らが食事を済ませると、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子、シモンよ。あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛するか。
ペテロは言った。主よ、そうです。私があなたを愛することは、あなたがご存知です。イエスは彼に、私の子羊を養いなさい、と言われた。またもう一度彼に言われた。ヨハネの子シモンよ、私を愛するか。彼はイエスに言った。主よ、そうです。私があなたを愛することは、あなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。イエスは三度目に言われた。ヨハネの子シモンよ、私を愛するか。ペテロは、私を愛するかとイエスが三度も言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。私があなたを愛していることはお分かりになっています。イエスは彼に言われた。私の羊を養いなさい。よくよくあなたに言っておく。あなたが若かった時には、自分で帯を締めて、思いのままに歩き回っていた。しかし、年を取ってからは、自分の手を伸ばすことになろう。そして、他の人があなたに帯を結びつけ、行きたくないところへ連れて行くであろう。これは、ペテロがどんな死に方で神の栄光を表すかを示すためにお話になったのである。こう話してから、私に従ってきなさい、と言われた。ペテロは振り返ると、イエスの愛しておられた弟子がついてくるのを見た。この弟子はあの夕食の時、イエスの胸近くに寄りかかって、主よ、あなたを裏切る者は誰なのですか、と尋ねた人である。ペテロはこの弟子を見てイエスに言った。主よ、この人はどうなのですか。イエスは彼に言われた。たとえ私の来る時まで彼が生き残っていることを私が望んだとしても、あなたには何の関わりがあるか。あなたは私に従ってきなさい。こういうわけで、この弟子は死ぬことがないという噂が、兄弟たちの間に広まった。しかしイエスは、彼が死ぬことはないと言われたのではなく、ただ、たとえ私の来る時まで、彼が生き残っていることを私が望んだとしても、あなたには何の関わりがあるか、と言われただけである。これらのことについて証しをし、またこれらのことを書いたのは、この弟子である。そして彼の証しが真実であることを、私たちは知っている。イエスのなさったことはこの他にまだ数多くある。もしいちいち書きつけるならば、世界もその書かれた文章を収めきれないであろうと思う。